マルサンホビー動画チャンネルです。青島、サンダーバードシリーズナンバー12、350分の1スケールサンダーバード3号&発射基地になります。こちらのモデルは、ここは実写の写真なんですけども、このようなサンダーバード3号が発進する基地が、セットになったプラモデルキットになっております。中に入っているサンダーバード3号はだいたい全長が、27センチのものになります。そしてこちらがメーカーで塗装組み立てした、ものになります。そしてこちらの方に電波、発信車っていうのも一つセットされています。そして、箱の方を開けていくとこのようになっております。まずこのオレンジ色のパーツがサンダーバード3号の、部品になっています。こういったロケットのこのパイプ状の部品やこの噴射口の部品などがここに入っています。こちらが発射台のところに使う部品です。でこれが、サンダーバード3号のフィンのところの部品になります。こちらが噴射口の部分や途中にこうつながっているところの部品などが入っています。でここに電波発信車が入っています。でこちらの方が基地のところに使う、壁やその機材などが入っています。でこちらがその基地のところに使う、まずこれが素材のパーツになります。パイプ状のものになります。でこれも基地の方に使うエッチングの、こういった格子状になっているパーツになってます。そしてこちらのスチレンボードは床を作ったり壁のところの一部を作ったりしているものになります。でこれが、基地のところの、壁紙や床のところの、紙のボードになってまして、でこれは木工用のボンドとかでつけていただくようになります。あとこちらの方にサンダーバード3号用のデカールが入っています。部品はこれで以上になります。そしてこちらの方が、組み立て説明書になります。まずこちらの方に注意書きの方が書いてありますので、これをよく読んでください。そしてこちら一番上にあるのは使用する色の種類で、こちらはクレオスの水性ホビーカラーとミスターカラーで記載がされています。その次に、作るのに必要な工具や接着剤が書かれています。そして、そうですね。そしたら、この、基本の色は、この、赤い部分が、シャインレッドで、ちょっとエンジンの噴射口とかに使うのが普通の白ですね。そして青い部分がこの、322番の、このブルーを使うようになります。そしてエッチングパーツが入っておりますので、エッチングパーツの接着にはこういう瞬間接着剤を、ご利用ください。そして塗装されるときはこういったクレオスのミスタープライマーサーフェイサーとかを使いますと塗料の食いつきが良くなりますので、こちらとかをご利用ください。でこちらがまず、サンダーバード3号の組み立ての方になりまして、このロケットリングの組み立てになります。でこのロケットリングは3種類ありますので、これはお好みでちょっとつけていただくようになります。そしてこのエンジン横のフィンのパーツやジェット噴射口を作っていきます。そしてこちらで、本体の方のこのフィンがついている部品やを作っていきまして、こういう状態でロケットをつないでいきます。で、噴射口をつけていきます。でこの噴射口のこの3個のをパーツをつけるときに、
ここにあるあの図に合わせて、セットするとちゃんとこうあの取り付けることができます。で次に、基地の組み立てになります。こちらが基地の、こう壁の部分の、塗装の見本になります。こういったのをちょっと見ながら、あと先ほどのパッケージを参考にしながら、塗っていってみてください。そして、こちらの方で、このこう壁のところに、この足場のところを作っていったりします。で壁を、こう数個あの組み上げていきます。でこのように、こう5枚の壁を組み合わせていって、まず下の半分を作っていきます。で次にこのエッチングパーツの部分を組み立てていきまして、でここで電波発信車の組み立てになります。でこの下の、パーツはこのサンダーバード、3号のロケット噴射口のところに、くっついているところの部品になります。であとこういった機材を作っていきまして、で、あれ？そして次に、発射基地の上半分の方を作っていきます。こちらはスチレンボードを切り、外していただきまして、でこの、壁紙の、方をあの木工用ボンドで貼っていきます。こちらもこういうふうにあの5つの壁で作っていきまして、で次にこの、この上と下をつなぐところのこの、床みたいになるところをあのこの中に入ってるあのこの紙に合わせてスチレンボードの、7ミリの方を切っていくようになります。そして上と下の部分を、接着していきます。そして、下の台座のところにこの床の、ボードを貼っていきます。そして、エッチングの部品で組み立てたものと、でこの、発射基地の部分と、あと床をはめていきまして、でこの噴射口のパーツや各種パーツをつけてサンダーバード3号を飾って、これで完成になります。でこちらの方にあのデカールを貼る位置が書いてありますので、これやパッケージを参考にして貼っていってみてください。でこちらの方が、パーツリストになっています。このような新製品も続々ご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。